お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それでね、今日のプライベートの話なんですが、今日昼間ね、仕事の打ち合わせでまっちゃんと直樹と自分とつとむの4人でうちの会社で会ったんですよ。そしたらね、仕事の話はね、もうそっちのけで、昨日おとついと直樹の話してるじゃないですか。もうその話でもうああでもないこうでもないってなってね。で、直樹がまず最初にね、兄さんと、あの話はちょっと最後、兄貴がかっこよすぎると、まっちゃんがね、かっこよすぎると、確かに300万出してもらったと、でも次の日からお前300いつ返すねんと、どうやって返すねんと、当てはあるんかとか、もう毎日のように催促されたと。で、王さんから1500万借りた時も、俺は一切保証なんかせえへんぞと。王さんにも、直樹が払われへんでも俺に一切言うてくんなよと、俺は保証は絶対せんと、そう言い切ったと。まあ直樹がそんな感じで言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、そらそうやろと、お前が俺の射程になる前の話やぞと、そんなもん俺関係あらへんかなと、お前が自分でしでかした不始末やろと、全部自分でせんかいと、お前300俺が出してなかったらカッコついてないぞと、そんなもん1000万にして返してもらってもええぐらいじゃと、それぐらいの値打ちのある金あったわと、何を眠たい話そんねんと、まあそういうふうにまっちゃんが言い出したんですよ。そしたらね、普段あんまり喋らないつどむなんですけども、つどむがでもねと、直樹さんがジャッキで殴って痙攣起こしてる人間ほったらかして家に逃げた人間だわと、カスですねと、もうゴミのようなやつらですねと、仲間がやられてんのにそれ見捨てて逃げたと、もうゴミですねそいつらって、まあそういうふうにつどむが言ってきたんですよ。でみんな、そやのと、普通そこで助けるわのと、ちょっと待ってくれと、今ちょっと辛抱してくれと、とりあえずこの人間を救助させてくれと、普通最低限それは言うわなと、それを家の中に入って鍵閉めたと、それは良くないなっていう、まあ話が出たんですよ。そしたら直樹がね、自分らも初めて聞く話だったんですけど、直樹が実はねと、新大阪で出会った友達、その友達を通じて、まあいろんな人間と連絡を取るようになったと、その後ね。そしたら、友達のお姉ちゃん、友達のお姉ちゃんが、直樹がジャッキで殴って殺してしまった人間ね、その人間にレイプされてるんですよ。まあ直樹より2つぐらい上の先輩やったらしいんですけどね、そのレイプされた女の子は。その子が妊娠してたらしいんですよ。その当時ね、妊娠してるとやめてくれと抵抗したんですけど、まあレイプされたらしいんですよ。それもバイト帰りにね、車に無理やり乗せられて、まあさらわれたような感じで車に乗せられたらしいんですよ、男二人に。それで山に連れてかれて、まあ無理やりレイプされてるんですけど、ね、子供がいてるからやめてくれと言ったんですけど、まあ無理やりやられたらしいんですよ。その時に、まあ子供が降りたんですよ。3ヶ月ぐらいだったらしいんですけどね、お腹に入って。それで血が出たらしいんですよ。レイプされてる途中にね、血が出たと、汚いと言って、殴り回されてるらしいんですよ、顔を。その直樹がジャッキで殴って殺した人間ね、その人間に。それで、もし警察に言ったら、お前の弟を殺してしまうぞと。だから警察に行くなと、まあそんな風に言われてたらしいんですよ。だから警察にも行ってないんですよ、その子はね。だから直樹がそういう事件を起こしたって聞いた時は、もう直樹がヒーローに見えたと、私の中のヒーローは直樹や、そういう風に電話をもらったらしいんですよ。でまあ直樹は、まあそれでだいぶ救われたとこもあったと、みんながみんな人殺しやとか、あいつは悪いやつやとか、そういうふうに思ってなかったんやっていう部分でね、ちょっとは救われたと思ったらしいんですよ。
その、レイプしてる連中ですね。直樹がラッキーでなくて、殺してしまった人間のメンバーね。そのグループ。直樹らの事件の後、だから直樹らがまだ裁判を受けてる頃ですね。その頃に、逮捕されてるんですよ。それで、大阪、京都、奈良、この3県から、被害届が10件以上出てたらしいんですよ。全部強姦で。だからあっちこっちでナンパして、車に乗せて、山に連れて行って、無理やりレイプしてるんですよ。それで、身分証明書を取って、もし警察に言ったら、親殺すとか、兄弟殺すとか、まあそういう脅しをかけてるんですよ。だから被害届出してない子もいっぱいいてるんですよ。まあメンバー的には7、8人らしいんですけど、その一緒にレイプばっかりしてた人間がね。まあそのうちの一人を、まあ直樹が、まあ殺してるんですけど、後の人間らは全員パクられて、だいたい懲役7年から8年ぐらい強姦で行ってるらしいです。まあ今ならもしその事件でパクられてたら、まあ20年ぐらいは来てるんじゃないですか。当時はなんかそういう事件で安かったらしいんですよ。レイプしてた人間が、シャバに帰ってきて、役出せる人間もいてるらしいです。その中にはね。それで、直樹に、返しをするとか、まあ言ってる人間も中にはいてたみたいです。で、直樹は、まあ、友達を通じて、その話を聞いて、いつでも今回と、逆に行ったろうかと、まあそんな言うといてくれ、まあそんな風に言ってたらしいです。まあ、結局来ることはなかったんですよ。その人間のはね、直樹とこに解消しに来ることはなかったんですけど、直樹の話を、まっちゃんが黙って聞いてたんですよ。そしたらまっちゃんが、ポンちゃんの YouTube のリスナーさんに怒られるかもわからんと。でも、あえて言わしてもらおうと。その人間みたいな、殺されて当然やと。殺されるべきやと。若い女の子が、お腹に子供おると、やめてくれと、頼んでんのに、それでも無理やりレイプしたような人間、殺されて当然やと。親も、直樹に感謝せなあかんと。自分の子供がそんなひどいことをしてると、何も知らんから、直樹にきつく当たってるんかもわからんけど、現実自分の子供がしてることを、全部気がさったらええねんと。そしたら殺してくれてありがとうっていう気持ちになるって言って。もし、わしの子供が、女、子供、弱い人間にそんなことしとったら、俺が叩き殺したろって言って。そう言って、まっちゃんはだいぶ怒ってました。はい。直樹も、この話を、言うか言わないや、ずっと悩んでたみたいです。何か自分が、しでかしたことを、棚にあげて、その人間らの悪事だけを何か捉えて言ってるみたいで、ものすごく卑怯な気がしたらしいです。直樹の中でね。それで直樹は、もうこの話は YouTube でしないでくださいと言ってきたんですよ。で、自分も、せやのと。直樹がそう言うんやったら、YouTube にはしないと。まあ、そういうふうに言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、あかんと。ポンちゃんこの話は YouTube でしてくれと。して、もし、そういう、性被害、そういうのを受けてる子、まあ、そんな子が自分のチャンネルを聞いてないとは思うんですけどね。もし、身近にそういう子がいてたら、警察に行けと。仕返しなんか、用しに来ないと。だから警察に行けと。そうした方がいいっちゅうことを、YouTube で言ってくれと。それはすごく言ってましたね、まっちゃんが。はい。だから皆さん、もし、娘さんとか、ね、親戚の子供とか、何か、身近な若い女の子が、そういう被害に遭ってたら、迷わず、警察に行くべきです。そんな奴をね、野放しにしてたら、ろくなことがないです。ちゃんと、犯した罪は、償ってもらうべきです。はい。そう思います。ちょっと今日は、硬い話になってしまいましたが、今日の、プライベートの話を締めました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ